こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。イエス、今回ね、いきなりパソコンの画面でなんだというふうに思った方多いと思いますけれども、2020年度、この動画が流れてる頃は今ギリ年末なのか、もしかしたら2021年になっちゃってるかもしれませんが、レイズスタジオ婚活費用ですね、この2年弱婚活ネタというのをね、やらせていただきまして、婚活系 YouTuber ではないので、たまたま婚活をしている時期に動画を上げるにあたって、まず身近な、ね、ブログ動画ですから、皆さんがね、ちょっと興味を持つのは色恋沙汰。色恋沙汰っていうのはやっぱり、男女ともに、皆さんね、興味を引くと思いますんで、その、まあ、ついでというか、それで婚活してるんで、その、ね、実態というか、実際に現役で婚活をしている、しかもおっさん世代の、物語というのをこれ配信しているという形になります。まあ、物語といえど、リアルガチで、やっております。他の、ね、同じようなネタ上げてる方とは違い、実際に参加した時に記入するプロフィールカードやカップリング成立カード、あとは好印象カード、そういうのをインプレッションカードっていうのかな、そういうのをちゃんと見せた上で、こうなりました、こうでしたっていうことを、配信させていただいております。でまずね、2020年、まあ、コロナもねあったりで大変でした。で今年のそうね、だから頭の方で本交際中の方と別れて、そして、まあ、2月から婚活を再開、婚活パーティー参加を再開したと。で全部これアプリ の金額とか入ってますん で このね、1年間でじゃあどれぐらいなんか婚活パーティーとか行ったのということで、あくまでもパーティーと、そしてカップリングの回数、そういうのを、まあ、解説ねしていこうかなというふうに思っております。で2月は別れてすぐにね、婚活パーティー行きまして、カップリングになりました。で高評価もらったのは1件だけですね。であとはコロナにより自粛ということで、6月緊急事態宣言明けてからしばらくして、刑務所の婚活パーティーで参加して、高評価が、ね、1だったみたいですね。でカップリングにはなっております。あとはね、結婚相談所系、NPO の相談所系とかも行って、結果的にそのお見合いしてその場で終わりということもなく、まあ仮交際へ進んではいたけど、成婚は至らなかったということで、まあ3件ぐらいね、年間で、そこはやってたみたい、やってたという形になりますね。で、あとはね、またパーティー久しぶりに、この7、8とはいかなくて、9月に2件パーティー行きまして、で高評価でカップリングで、マッチングはね、しませんでした、カップリングしませんでしたってことですね、こっちはね。で高評価ももらえなかったっていうのがこれあって、これはちょっとね、ひどい、パーティーだったんで、まあこれは良しとしましょうと。でその後ね、また10月婚活パーティー1件だけ行ってます。でこれは高評価2もらってカップリングになってますよと。で11月は H 氏の婚活パーティーって高評価とか何もなかったんですけど、カップリングがなりましたよというところで、まあ、11月2回行ってますね。刑務所の方でまた、高評価3いただいてまして、カップリング1という形になります。12月がね、頭がね、なんと高評価の数2件いただいてたんですけど、カップリングにはならず、まあ間違えてね、俺が他の番号気にしちゃったんで、これ最近のこれはね、冬美さんの方とカップリングになりましたよっていうやつですね。その前はねずこだってね。でまあ最後、このもう直近ですよね、これが最後の12月2回目の婚活パーティー参加して、高評価2個もらってカップリングになりましたよと、まあ、アジアンババゾのあずささん風の女性ですね。ちょっとぽっちゃり系の女性なんですけど、で結果的にカップリング、まあ、パーティーの数だよね。まずパーティーの数、1、2、3、4、5、6、7、8
年間で8件行ってますね。そしてカップリングが 1,2,3,4,5,6,7、まあ1件だけダメだと、まあ9割、9割はカップリングになってるという形になりますね。でかかった費用、これね皆さん注目してください。パーティー代で 57,740円となります。まあこれをね年間ですから、まあ高いか安いかといったら、まあアプリで例えば1ヶ月契約だったら、4000円なわけじゃないですか。でそれの、12と考えてもまあまあね、死にが8の4ですよ、4万8000円ぐらいですから、まあそれよりかちょっと高いかなという形。まあ3ヶ月コースとかでやればねもっと安くはなるんでしょうけれども、アプリっていうのはあまり本気度がね、高い方って少ないです。だいたいやり目だとか、あの飯目的だとか、あとはまあラッキーワンチャン狙いっていう形で、やられてる方も多いし、どちらかというと結婚よりもあの彼氏彼女が欲しいとか、やりもくだとか、あの出会い系だよね、出会い系にちょっと強いかなと。だからちゃんと成婚料とか取ってるようなアプリ、そういう方の方がやるんであれば、いいと思います。あまりあのね Facebook だとか Twitter とかでもよくやってるような、まあ、出会い系マッチングアプリみたいのはやめといた方がいいですね。年齢が高くなればなるほどそれは避けといた方がいいと思います。まあ、時代が時代なんですけども、ネットがやっぱり一番だろうっていう方もいると思うんですが、世代年齢ね、年齢に応じて、戦うフィールドっていうのはね、ちゃんと考えた方がいいと思います。でこうやって男女とも結婚を望んでいる、ね、そういう婚活をしている男女が集まる場所に行くためのこれ費用ですから、まあこれが高い安いはまあ別としてね、個人個人違うと思うんですけども、これをね例えばこういう値段をケチってまで、とあるね、とある方はあの店のねなんか従業員のね飲食店の女性に、声をかけるということをやってたりするわけじゃないですか。でもそれって自然な出会いじゃないんですよ。自分でその出会いを無理やり作っていって、しかも相手の女性はあのそこで働いてるんですよ、金を稼いでるわけですよ。出会いを望んでそこにいるわけじゃないので、そういうところに行って、まあ、ナンパと呼ばれるものをするというのは非常に傍迷惑なことなんですよ。だって常連の方から電話番号を教えてくれ、今度出かけようとか言われて無限にってあまりできないじゃないですか。だからお情けでもとりあえず LINE ID だけは教えてしまうとかね、 LINE 交換してしまう、メールを教えてしまうことぐらいはやると思うんですよ。ただそこから先に彼氏になるのかね、まあ、ちゃんと交際本交際行くかっつったら、そうそうやっぱならないと思います。その方はやっぱり全然ね、彼氏彼女の関係にも一切なっていないので、何年間じゃあやってるんですかというところですよね。でまあ俺も成婚はしてないから、ね、偉そうなことは言えませんけれども、その方よりかは着実に上を言ってるわけじゃないですか。しかも年齢的に俺は一番不利な状況なわけでね、その中で、まあ、大人の関係にもなったりして本交際というものを何件かやってるわけですよ、このね同じような年数の中で。でこれをまあその方はなんかね、婚活する費用っていうのは高いって言ってるわけですよ。いや大人でしかも男で稼いでんだから、これぐらい経済効果で市場に落としなさいよと。でこんな1年間で5万7千円とかね、例えば6万円とかの、はした金ですよ、そんなもの。これをケチるぐらいの婚活だったら、結婚相手を求めるとかね、そんな費用を求めぬ、ケチるっていうことをやるんであれば、もうみっちりですよ。そういうのは、あまり、なんていうのかな、もう懐が狭いというか、まあ、了見も狭いという。で一方的にその女性に対してそういうふうにやるっていうことは旗迷惑なわけですよ。一歩間違えたらストーカーみたいなもんですよ、もう犯罪行為ですね。でその方がそういう出会いを望んでいるんだらいいんですけども、全く望んでないわけじゃないですか。でそこへ常連客というちょっと強みをね、持って
なんかこうね声をかけるとかっていうのはあんまりよろしくねえかなっていうふうには思いますね。ちょっと話がそれましたけれども、あまりにもねちょっとねひどい方がいて、視聴者の方からそういうことは言われたわけですよ。なんかそういう人いるらしいですよみたいなことでね、どう思いますかということだったんで、それはなんか本人は自然の出会いと言ってるんですけど、全然自然の出会いじゃないですね。無理やり自分から出会いを作りに行ってる不自然な出会いです。それこそ自然な出会いではまさにないというふうに俺は自分のね、あくまでも自分の見解ですけども、そういうふうに思います、思いましたがねまあどうでもいいけどね、その人が何やろうが俺には関係ないことなんで、ただねやっぱり相手の女性の気持ちを理解する、理解をしようとするかしないかで全然またね、この先の、成果が違ってくるかなというところもありますね。まあ、あとはねもうご縁、良縁というものがありますんで、縁がなければ、どんなに頑張っても結ばれないということなので、ね、今のところ俺には縁がないというところが当てはまるのかなというふうには思いますね。まあそんな形でね、すごいパーティー行ってるように見えますけれども、あまり行ってませんっていうのは、カップリングになってお出かけするね機会とかもあったりするんで、その間はパーティーには、行ったりはしてなかったり、たまに行ったりはしてましたけども、そういうのもありますんで、なんかたくさんこう婚活パーティーばっかり行ってるような、イメージがねどうしても植わってしまいますんで、そうじゃないですよと、これをちゃんとね見ていけば、1年間通して12ヶ月のうち12回も行ってないわけですよ。全然12回じゃないですね、もう。だから一月あたり1件も行ってないような計算になってくるかなという形になりますね。2件行ってるとこもあるけれどもね、行ってない月があるからね、またね、これそれは計算上の話になりますんで、とりあえずいろんな方とも出会えてね、話すとかね、自分磨きにプラスにはなってはいると思いますんで、決して無駄ではないかなと。そして、経済効果ね、ちゃんとお金を落としてますんで、これも、大人のたしなみといいますか、そんな形ですかね。またね2021年、頑張ってね、行きたいと思っております。で、動画もねバンバンアップしていきますので、応援のほどよろしくお願いします。そして新規登録最近ねされた方、こんな感じですけども、ずっとねもう何年もやってますんで、安定して街の中にあるなんでここ潰れないのっていう金物屋さんみたいなね、そういう動画チャンネルを目指して作っておりますんで、これに懲りず、そして地道にねまた新規の方もう増やしてやっていきたいと思っております。そして遊びの動画ももちろん忘れません。この冬すごい雪が多いです。スノーボードの動画、ドライブ動画、いろいろやっていきたいと思っておりますんで、楽しみにしてください。今たまたまちょっとこれをやっちゃってるんでね、こういう系をやっちゃってるんで、どうしてもね連続して上がってしまってます。申し訳ないです。他のね動画楽しみにしてる方、そのうちちょっとまたソロバーベキューとか焚き火のこの動画もね出しますんで、一つよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。